こんにちは、実況女神です。それでは今日のデイリーミッションキャラクター制限をやっていきたいと思います。今現在でレベルチーナ99になっているので、もしかするとてかおそらくこのミッションでですね、レベル100に到達するのではないかなと思います。うわ、なんだ、すごい近くに出てきちゃった。こんなこともあるのか。ここに出てきた人たちもみんなこのスナイパーでやっつけたいと思います。あ、ちょっと待って、失敗しちゃった。せっかくだからこれに当てればよかったな。あ、この人もいる。うわ、投げてくる人どこだ。あ、そこにいた。あの人先にやっちまいます。よし、あ、来た来た、投げられるよ。あ、ちょっと避けるだけじゃダメだね。あ、しばしばみんな出てきてる。近くに来ないようにとりあえず誘引に。うわ、待って、何この人、すごい目の前に来てる。こんなこともある。どこだ、全然見えない。生き耐えてたのか。あと一発かな。あれ、そっか、この人も弱点だからか。郵便でちょっとマグナムやるか。おお、ちょっとすごいヨロヨロしてるハンマーさん。さあ、みんな来た、すごい若者たちが来ました。若者かわかんないけど、なんかお兄ちゃんたちだから多分10代かそれくらいかなと思ったんだけど、やっつけちゃう。どうしよう。ああ、早く行く。よし、鍛えました。やたら出ますね、この投げる人。画面が汚れて見えないよ。いたいた、汚れたくないのでちょっと避けつつ。 OK、 燃えるんだ、やった。さあ次は誰かな。あと、もうマグナムでいっちゃうかな。いないね。あ、そっか、次に進まなきゃいけないね。これで出てくる。ハンドガンの弾いらない。さあ、ユイビまだあるので使っちゃいましょう。マグナム一発で綺麗に倒せた。いいね。はい、できた。あと一人、誰だろう。あそこにいる、おたけびマンだ。はい、燃えた、できました。35人全員倒したね。クリアです。ミッションコンプリして。レベル100に来ました、やった。レベル100になってレベルはマックスなんですけれども、経験値はどんどん貯まるので、スキルポイントをこれからも増やすことができるということだったので、他のメインミッションの方はまだまだ残っているので、それをやりながら、あと他のキャラクターもデイリーミッションでどんどん強くしていきたいなと思っています。では次回もお楽しみに。実況女神でした。